黎明の湯。なんかいる。何してんのお前。ここ風呂だぞ。覗いてるのかな。何してんのお前。早く帰れ。はい、変態放っておいて、今回ですね、黎明の湯という新作のホラーゲーム実況していこうかなと思います。なんかウォーキングシミュレータータイプの8番ライクホラーゲームらしいね。作者さんは白ゴリラさんっていうみたいね。お住まいは上野動物園かな。で、どんな感じのホラーゲームかっていうと、主人公はね、湯屋でアルバイトをするらしいんだよね。そう、部屋のあれ、はい、あ、いい音。ちょっと怖いな、目が。目に入られておかない。はい、おかみさんなんだ。おはよう。あんたが今日から働いてくれるバイトだね。私はこの、これは黎明の湯っていうのが、黎明の湯のおかみだ。よろしくね。はい、さて、直前になって悪いけど、仕事内容を説明させてもらうよ。しっかり聞いておくようにね。あなたにやってもらうことは一つだけ。とっても簡単なことだよ。毎朝、お客様がお帰りになった後の客室を清掃後、あ、そういうこともすんだ。うちの旅館では見回りという作業が必要なんだが、人手が足りなくてね。それで、この見回りをあんたにやってもらいたいわけさ。あ、警備員なのかな？清掃のお仕事っていうよりは警備の仕事っていう感じかな。うちの旅館にはね、どういうわけか、例の類も立ち寄ってくるようでね。除霊しろよ。失礼しました。はい。おかみさん、なんかよく見るとハイライトはないけど綺麗だよね。ハイライトないだけでこんな怖いんだね。奴らは毎朝の、毎朝の清掃の後に月を見つけては客室に忍び込むんだ。あ、そうなんだ。結構可愛らしいお化けが出てくるのかな。もちろん、そんな状態の、客室をお客様に提供してしまっては何をされるかわからない。お客様に何かってはうちの評判が落ちるだろう。結構厳しいからね。だから、見回りの従業員が客室を見回って霊が忍び込んでいないか、つまり霊現象が起きていないかを確認する必要があるわけだ。もし霊現象が起きていたら、客室入り口のプレートを宿泊禁止に変更するんだよ。そうすればその日はその客室に誰も近づかなくなるかね。ここまでが基本の事項だ。ついてこれてるかい？大丈夫ですよ。滑舌はついてこれてなかったね今。そしてこれから話す2つは大事な注意事項だ。お、なんだ？しっかり頭に入れておくようにね。はい。まず一つ。あんたも知ってるとは思うが、うちの旅館は座敷わらしに出会うことで幸運になれるとして有名だ。おー、僕も行きましたよ、座敷わらしの宿を。そう、動画にしてるんで見てくださいね。まあ、座敷わらしがいるせいで他の霊も寄りついてくるっていう噂もあるけどね。あ、それがいたずらするってやつ？どういうわけかこう紛れ込んでるみたいに言ってましたもんね、おかみが。もし、見回りの途中で座敷嵐の霊現象を見つけたら、その部屋は宿泊禁止にしてはいけない。あ、そうなんだ。なるほどね。それで有名な場所だもんね。宿泊可能のままでお客様に提供しないといけないからね。え？座敷嵐の霊現象の特徴かい？確かに。私も断言はできないけどね。幼い子供に関するような現象は座敷嵐と見て間違いないかな。幼い子供に関する現象？なんだろうね。なんか麻雀とかしてんのかな。とにかく、座敷嵐の霊現象が発生してる部屋は宿泊禁止にしてはいけない。これが一つ目の注意事項だ。わかりました。次は二つ目。これはあんたの命にも関わることだ。バイトやめよ。もうバイトやめよ。危ねえだろ。死ぬの俺。霊の中には危害を加えてくる危険なやつもいるからね。霊現象を見つけても不用意に近づきすぎてはいけないよ。あちらの世界に連れて行かれてしまうからね。うわ、これいけてえな。じゃあ、初めやってみようか。霊現象を見つけたら、素早くその客室から出ること。これが二つ目に大事なことだよ。ふぅ、だいぶ長く話してしまったね。説明は次で最後だ。バイトの期間について、まずは今日から5日間。おお、泊まり込みなんだね。それを使用期間として、あなたの適性を判断させてもらう。どこなのここ。このバイト次何なの？すげえ場所に俺バイトに来ちゃったな。もちろん、使用期間中のバイト代も支給するよ。基本報酬は1枚。マジで？ちょっと待って。命かかってんだよな、これ。俺の命イコール1万円ってこと？そうなんだ。そこに毎日の見回りの結果に応じて、基本報酬を増減させる。途中で0円になったらクビだ。マジとでひでえだろ、ここ。霊現象で命が危ういにもかかわらず1万円で働いて、それで霊園になったらクビなの。やばいな、このおかみ。サイコパスだわ。だから目に入られてないんだ。役立たずはいらないからねって言ってた。まあ、そんなに緊張することないよ。緊張するだろう。
基本と注意事項を2つを守れば何も難しいことはない。今日は初日だからね。一番手前のなでしこの客室は、私がすでに霊現象が起きていないことは確認しているよ。なでしこの客室の状態を覚えておけば心配な、ああ、そういうことね。はい。ここのお部屋がデフォルト状態ってことか。はい。そう、異変が起きないデフォルト状態ね。客室は全部で5部屋。すべての客室を見回って、それぞれの客室入り口プレートの宿泊可能禁止を変更し終えたら、私に報告してくれ。はい。それで、一日の仕事は終わりだよ。はい。終了か。それから、これ渡しておくね。万が一、業務内容を忘れてしまったら、今渡したメモを確認するといい。はい。それじゃあ、今日から5日間、よろしく頼むよ。うん。優しい感じではあるけど、相当濃くなこと言ってるからね、この女将。さあ、気合い入れて頑張りな。はい。いるんだ。仁王立ちでいるね。はい。てか、なんかアナウンス聞こえない？どこで聞こえんの？ん？あ、見るんだ。聞こえなくなったね。あらららら。どこら辺から聞こえてんのこれ。ん？なんかこの辺から聞こえる。向こうか？お、大きくなってきた。そうでもねえわ。それ一応今マックス音量にしてるんだけども、うん。多分編集で跳ね上げてると思う、この音声。さあ行きましょう。なでしこ、ここはあの、デフォルトだよね。では、行きましょう。わあ、なんか雰囲気いいね、これ。ほら。では、行きましょう。これで変えるのね。うん。おかみさんがここにはいないよって言ってんの、この宿泊禁止にしたらぶっ飛ばされるかな。やめとこう。お邪魔します。さあ、見ていきましょうか。うん。お布団がいっぱいあって、なんだろう。座敷わらしのその、霊現象ってのが、わかりにくいよね。そう、あれ？これは、あ、この中か。おー、手洗いある。セキュリティトイレいる？うん。いないね。これ流せるかな？無理だ。はい。あー、ちゃんと、トイレットペーパーが三角になってる。ここは？ん？あ、ここは？あ、ついたね。うん。さっきここにいたもんね。確認しないとどうなのかな。俺みたいな変態が現れるかもしんないからね。気をつけなきゃ。うん。お湯が出てないよ。うん。あ、待てよ。これ、いけるかな？あ、無理か。お湯を出すとかないのね。うん。気をつけて。タオルがある。棚の中は何もない。ゴミ箱は？ゴミ箱の中にさ、異変があるとか今までの、あの、8番ライクゲームであったよね。そう、これも、見ないとダメかな。あらまあ。懐中電灯とかないかな。こういう暗いところが見えない。うん。ティッシュもあって。おお、流れるんだ。すごい。主人公そしていない。うん。コップも2つあって。はい。大丈夫かな。こっち側は棚はないか。では、入ります。邪魔しよう。あれ？邪魔します。おお、いい感じじゃん。怖っ。この能面か。うん。これお部屋にあったら辛いな。子供泣けるね、多分。さあ、つけて。うん。この絵とか変わりそう。掛け軸ね。掛け軸の裏とかさ、見ると、あの、お札貼ってることあるんでしょう。あれ、マジなの？そう、よく怖い話とかでよく聞くけど。あれ、実際にあるの？うん。もし経験したことある人いたら教えてね。テレビはつかないね。うん。これ、右ひれ左を開けるわけではないんだ。はい。お電話があって、メモがあって、で、うん、言い方が男女ね。で、ゴミ箱の中なんもない。これを、あ、調べられるわ。おー！お茶があるね。そう、よくあの、旅館来るとお菓子とかね、置いてあるんだよな。ご当地のなんかお餅みたいなさ。ここは、おー、あ、これ。今、あれかな、チェックイン時間だから13時とか、違うか、15時ぐらいなのかな。うん、夕方頃みたいなね。さあ、うん、これは、なんか一個ないよ。ビールか。うん。これ、補充しなくていいの？あ、閉めちゃった。はい。下っかにもなんかある。棚があって、中には何もない。うん。ああ、いいね。この感じ。日本っぽさを感じる。この分かれてる感じがいいよね。まあ、ざっと見ましたんで大丈夫かな？あ、待てよ。ベランダがある。うん。ウッドデッキみたいな感じね。これは裏返すとかできないね。うん。いいんじゃない？はい。ざっと見たんで、ハンガーの本数とか変わるかな？これこっち側？あ、開くね。うん。まあ、
特に変わりはないかな。はい、特に変わりはない。そりゃそうだろ。では行きます。うん、ちょっと待ってよ。これ何？あ、募集してる。これクビになるのかな。はい、まだまだ募集中なのね。人手が足りないって言ってましたから。はい、礼儀面しよう。ここ椿、お邪魔します。椿。お、電話だ電話だ。え、これもうすぐ戻ってプレートやんないといけないんだろうけど、行こうか。はーい。あ、そこ開けるんだ。何も受けないよ。ん？怖っ、なんか。あ、ここつくんだ。ちょっと待ってよ。全体、うわ、来た。はい。出れない。ね、近づくと切れるね。出れはしない。ここは、うわ、なんか心の近くらけするんだ。黙れ。明るいからなんかそんな怖くないな。では、異変ということで。お邪魔しました。はい。これ開けっぱでいいかな。おかみさんがなんか仁王立ちで待ってるのがすごい安心感ある。さあ。うん。はい。従業員以外は客室の出入りは禁止。桜、行きましょう。さあ。ここは？はい。いや、なんもないね。うん。上は？あ、天井とか見ないといけないのかな。どうだろう。はい。よいしょ。どうだ？いるかな？うん。何も変わりなさそう。さあさあ、この中は。なんかここ間取りが見やすいね。はい。水は流れる。これ水がさ、血になるとかあるのかな？どうでしょう。うん。さあ、この中は。変わりはないね。はい、オッケー。じゃあお邪魔します。ウィッシュ。こんなのなかったよな。え？あったっけ？あれ？ちょっと待って。あ、これ、見に行ける？行ける？照らし合われちゃられるだよ、これ。うん。あ、ないわ、やっぱ。異変や。はい。あ、違う。待ってよ。これ、ひょっとしたら、あれかな？座敷嵐のおもちゃみたいな？多分そうだ。子供のおもちゃっぽいもんね。じゃあ、これは、このままでいいのかな？うん。さあ、宿泊可能のままで。お邪魔します。うん。まずここから見るか。いや、面白いね。そう、かなり楽しみにしてたゲームなんで。だいぶ前からね、これリストに入れてたんだよ。さあ、夕夜で働くわよ。あれ？よいしょ。うん、いない。でも一応見ようか。ダメだね。OK。イージー。ここもない。さあ、お手洗い場は？うん、変わりはないね。OK。ではでは、1回行こうか。よいしょ。うん、能面も変わってない。なんだ？本当に何もないパターンある？ないな。ここもないね。うん、絵も変わってないな。うん。すべて大丈夫そう。さあ、開けましょう。カチャ？あれ？カチャ？こん中は何もない。ここは？何してんだ、お前。俺、だいぶ前にナメクジ全滅させたよ。そう、村にナメクジがはびこってるホラーゲームがあって、そう、全滅させたんだよね。銃で。そう、そういうゲームなのよ。どういうホラーゲームやね。冷静に考えるとマジでイカれてるよね。はい。じゃあ、異変ということで。ちゃんと冷蔵庫の中で一泊してたよね、あの子。はい。宿泊禁止。これで、あ、最後だ。では、結構簡単かも。うん。来ますよ。ガチャリ。何かあるかな？音とかあるのかな？さっきの電話みたいな感じでさ、幽霊の声が聞こえるみたいな。うん。洗面所は？普通だね。こん中は変わらない。しょ、はい。お手洗い場は何もないね。うん。じゃあここ行きましょう。暗いね。さあ、明かりをつけましょう。うん。違和感はないかな？ないね。では、お部屋に行こうか。お邪魔します。
変わりはないね。この中は大丈夫そう。はい、テーブルに乗ってるものも、この中は変わりはない。この中も OK、 異変ないね。一応つけとこうか、お客さんが来るからね。よいしょ、あれ、はい、この中は、あ、ビールがないね。これ最初からなかったもんな。何もなす。行きましょう。これは宿泊可能。はい。宿泊可能少なくない？宿泊可能できる3部屋だよ、これ。おかみさん、ここの宿潰れます。これ今後が不安よ。一応これで終わりでいいのかな？はい。おー、こういう感じか！ 1 日目。おー、いいじゃん。やっぱ桜の間あれなんだね。座敷わらしのおもちゃだったから、こう20までなのかな。この調子だよ。褒めれてたね。やったやった。さあ、2日目。頑張っていきましょう。おはよう。今日もよろしくね。これ主人公はどうで泊まってんだろうね。向こう側にあんのかな、従業員用の場所みたいな。では、あ、今回なでしこから行くの、あれ、どうすんだろう。1日目はここにはいないっていうふうに言ってたから、2日目だからこれ、なんかあんのかな、まあ、一応見ていくか。はい。OK。いや、でもデフォルトだから。え？どうなんだろう。変わる？変わるね。なでしこがいる。うーわ。キッズ、ド変態じゃん、もう。直味よ。教師ってやがる。はい。じゃあ、異変ということで。もう向こうから行くまでもないね。無理。お取り込み中だと。さあ行きましょう。ここはどうだ？あるかな？ない。お邪魔します。さあ、ここ、あ、違う。電気をつけて、水は流れる。何もない。この中は？あらま、これいい音だね。開ける瞬間。ほら、ポン。はい、ここはナメクジがいっぱいいるんだね、ここの宿は。やだな。若干曇ってるね。さあ、何もないわよ。あ、消しちゃった。あ、またある。ほら、周り。これ確認してから、行けばいいのかな。下がります。消します。はい。あ、宿泊可能でいいのか。では、桜。桜さん、いらっしゃいますか？ここ見てなかったね。はい。あ、下駄も2足あるんだ。よいしょ。パッと見はなさそう。ん？あれ？あ、あったか。そう、なんか水筒がさ、あったかなって今、不安だったね。いいね、面白いじゃんこれ。さあ、なんか暗くない？気のせい？若干なんか暗い気がする。気のせいか。はい、こんな子は何もない。さあ、年尾くんとかさ、体育座りしていないかな。呪音ならありえるよね。これは変化ないね。テレビ多分バーってつくよね。そう。多分いずれさ、砂嵐みたいなのつくと思う。はい。何もいない。ここは変化ないね。OK。血をつけとこう。ここは止まれるね。よし。じゃあ行こう。あ、これ見てない。あぶいあぶい。水筒は何もないんだね。ゴミ箱の中は何もないかな。あ、ここ見てね。よし、OK。行こう。ではでは、宿泊可能。開けっぱなしでいいのかな。さあ、ボタン行きましょう。なにこれ、マジっす、おかみさん、ここっす、スイートルームになってます。特別ルームだ、これ。うわ。何やったの？彼氏と電話してたのかな。特に何か起きるわけでもないね。じゃあ帰るわ。すごい荒れてるわ。ダメだね、止まれない。おかみさん、ちょっと、
なんとかしてよ。では入りますよ、桔梗。お邪魔します。ああ、うん、なんもないね。はい、なんか新しいものはないね。うん、さあつけて、ここも開けて、上はなんもない。いい音。うん、変わりはないね。さあこれは何だろう。ん、あ、なんかお花の桜っぽいね、絵が描かれてる。よいしょ。さあナメクジはいるかな。いない。もうちょっと詳しく見た方がいいかな。うん、ないね。じゃあ入りますよ。お邪魔します。こっち側から入ったらやばいって。皮で血分かりつけてみる。うわつら。ここちょっと、ここは何もない。怖っ。これまずいわ。おやすみ。さあこれでいいのかな。うん、終わりだね。おかみさん、スイートルームが2つ待った。はい、あれ、ちょっとタイムにしてたらなんか重なっちゃう、これこれでいいのかな。はい、嫌な予感する。ちょっとフリーズしたおかみさんの前でタイムにしちゃダメです、これ。アップでお願いしますマジで、最初からかな。うわ、もうできない、動かない。今だってこれしか方法なかったもんね。クリア直前よ。完全にやっちまったわ。どっからどっから、最初からハイライトがいっちゃってる。マジでこれ完全にやらかした。俺、おかみさんの前でタイムを押すと詰むマジか。ちょっとね、お茶飲んでたね今。やっちまったわ。はい、新しい鍵現象がまた来たら映しますね。誰だお前、何してんねん。なんかいる。あ、ちょっと待って。あ、これ主人公が歩くとついてきてる。ほら、これ座敷わらしかな。多分座敷わらしだ。なんか可愛い。ついてきてる、ついてきてる。一緒に風呂入るか。うん、なんか言え。ごめんね。じゃあちょっとツッコミをぶちかましたところで、宿泊可能でいいのかな。うん、また20丸欲しいな。宿泊可能、今回は宿泊可能の宿がいっぱいある。宿というかお部屋ね。ここはどうなの、1日目だからないよね。一応見るか。そう、2日目は確かナメクジがいたもんね。ああいう回収要素がなしになっちゃうの。ちょっと困りますよ。どうなんか手だっこだ。もうエスケープ押さない。はい、嫌な予感したんだよな。頼むよ。へえ、半額やちょっともう一回やって、近いぐらいのお金になりました。うーわ、でも3000円安いわ。もういい、これで行こう。悔しいな。はい、じゃあ2日目もちょっとちゃっちゃと行きましょうか。新しい課金主だったらどんどん見せますね。さっきは2日目の最後に事故が来たから、3日目から本番で。次はねえ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 、あ、すごいの聞こえる。え、こっから聞こえる。隣の部屋か。なんかおる。え、ちょっと待って、会いたい。どう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 、襲われる、これ多分襲われるよね。行こうか。クラゲさん、襲われない。なんだ、来てくれないの。なんでよおいでよ。異変だ異変だ。次こんな子いるんだ、気持ち悪い。はい、ちょっとおかみさんに話しかけるのも恐怖心が湧いてきたな。さっきのバグがもうまあやり直しちゃうけど普通に面白いからね。そう、点数は悔しいけど何回でもできるね。なんか聞こえない、話してる最中になんか笑い声聞こえなかった。え、おろろろろろ、座敷荒らしだよこれ。遊んでる遊んでる。どこにいんの、出ておいで。こん中か。うわ、いっぱいいる。トイレしようかな。
すごい。座敷わらし知るんだ。閉めとこうか。そっとしとこう、視覚化のね。うん。桜の豆で、おつ、あれ？え、なんでないのこれ。え、これもう、異変じゃない？え？なにここ？え？入って壁？椿だったっけ？え？え、なんだろう。え、これ表記ミスみたいな感じかな。どうなんだろう。え、異変ないもんね。おやおやおや、うん、なんか怖いぞこの部屋。おや、でも何もない。どうしましょう。お邪魔してます。なんか異変があればすぐ戻るんだけども、これないから。え、異変なのかなあれ。どうだろう。異変カウントして宿泊禁止にした方がいいのか。どうだどうだ。この中はあるね。ん、なんぞ。え、これいいのかな。え、書いてないよ。うん。え、ちょっと怪しいからこれこうしとこう。いやでも怪奇現象じゃないやなこれ。ん？どうしよう、これ迷う。どっちでもいいかも。うん、一旦ここ確認するか。さあどうだ、よいしょ。うん、お顔があることもないね。よし。あ、またいる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 。座敷わらし修学旅行に来てるこれ。めっちゃ満喫してんじゃん。うん、なんもないやな。じゃあ戻るわよ。うん、一応風通しだけね、よくして出よう。うわ、聞こえない。はい、どうしようこれ。え、書いてないよ。他は、え、なんもないよね。うん、むむむむむむ、大丈夫か。うん、じゃあこれでいいか、行こう。あれさすがに心霊現象じゃないもんね。あれ待てよ、1 1 1 2 3 4 5部屋だよな。うん、6部屋になってたら、名前がないっていうのもなんかわかるもんね。それだったら異変だと思うけど、5部屋だからね。はい、終わり。どっちだろう。あ、ボタンか。ありなのあれ。うっそ、こう、惜しいことしたね。あ、でも結構もらえた。よかった。これわかりにくいね。なるほど、あれ心霊現象なんだ。じゃ、どっちかわからない心霊現象パターンもあるね。はい。で、3日目、頑張りましょう。なで、暗くない？ん？暗いよな。暗い。絶対暗い。うわ、なんかいる！やばいっすよ、ここ！お母さん、お神さんみたいにポーズしてる。怖え。ちょっと見てみたいね。あれ？ガチャ。あ、つかないんだ。うわ。行ってみる？ガタいいね。ここ開けとくね。あー！何これ？ごめん。除霊しちゃった。風通しよくしようと思ったのに。おやすみ。あらま。はい。あ、これまただ。うん。はい。心霊現象だもんね。でも何も起きてないんだよな、これ。一応確認するよ。やっぱこの部屋何もないっす！さあ、桜行きましょう。桜。いるかな？うん。なし。お水は出るかな？オッケー。ダバダバ出るね。
お手洗い場は、あれ、うん、帰ろう。猛烈なうんちがあった。何この触手。握手はしたけど髪求めてる。はい、こんなお客さん見てたらもう気絶するよ。じゃあ次行こうか。ボタン、お邪魔します。さあ一見ないね、ここは。さあさあ、おっ、ないね。さあこれは、うん、つくね。うん、問題ない。よいしょ。さあどうだ。うん、変化なし。さあよいしょ。うん、ここも何もないかな。ではでもお風呂場の中まだ何も来てないよね。これから何か来んのかな。どうだろう。ボタンは OK、 宿泊課だね。さあここはどうだ。桔梗。さあお水は出る。うん、手洗えば変化はないね。うん、さあこん中は今回は座敷嵐が来ないね。さっき二重できたのは相当ありがたかった。2万いったもんね。よいしょ。なんもないかな、ここは。あれ、ない。よいしょ、いれね。ではお邪魔します。ノーメンは変わりない。うん、ここもないね。はい、よいしょ。うん、ここはないかな。あ、うん、ないね。ではでは出ましょうか。あ、こんな感じでね。危ねえ。うん、変わりはない。いじれるかな。無理だね。では出まーす。うん、オッケーだね。では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 戻りましょう。おかみさん、3日目終了っす。はい、どうだ。うん、お、ん、マジでどこにあったこれ。あら、まあ、まあでも1万9000円だ。あーでも合計か。えー、マジっすか。あ、座敷嵐がどっかにいたのか。まあいっか。4日目、今日もいい天気だ。張り切っていくわよ。うん、張り切って立ってるだけだけどね。さあここは、うん、一見なんもない。さあ4日目だ。4日目、あっという間だね。まあ、実質もう6日目ぐらいなんだけどね。またいた。はい、2度目だったな。では椿行こうか。お邪魔します。うん、パッと見で分かる異変があれば、あの調べる手間が省けるからね。えりりりり、なんか怖っ、見てる。変態いるわ。俺かな、気持ち悪いな。出ましょう。はい、こんなんで宿泊できません。さあ桜参りましょうか。いるりりりり、めっちゃいる。決めてるね。何してんの君たちは。早く寝なさい。あ、なになにこれ、消えたよ。怖っ、早く逃げよう。え、あ、またられた、いないか。いや、怖った。さあボタンどうだ。ここは、うん、一見何もない。もう6日間ぐらいやってるから、なんか、被る要素もね、出てきたよね。よいしょ。では、どうだ？うん、ここにいるんじゃないんだね、あの子は。あの、能面くんね。うん、ない。ここは？変わりはないね。よし、オッケー。ん？気のせいか。よいしょ。さあ、開けるわよ。ないね。なし。電気をつけたら変わるとかあるかな。どうだろう。よいしょ。うん、何もいませんね。うん、さあここは何もないんじゃない。うん、何もないね。
出ましょう。座敷わらしいないかな。いないっぺーな。出よう出よう。よいしょ。さあ最後、桔梗部屋どうだい。うん、よいしょ。いけない。よし、オッケー。さあ次はここ。うん、水流れるね。オッケー。さあここは、うん、ないね。いいじゃないね、面白いわよこのゲーム。なかなか好きかも。なんか湯屋ってのがいいよね。さあ奥っか見ようか。どうだい、いないね。さあ、ああまたいるわ。この小さいベッドとか可愛い。テレビかこれ。可愛いな。うん。ウキウキだね。これは、止まれないね。うん。行こう。なんか4日目あっさりしてたな。何か見逃してるものもあるんだろうね。どうだ？お。ええやないかい。満点だね。やったー！来たぞ。さあ、ラスト。うん。行きましょう。はーい。気合い入れて頑張るわよ。最終日か。さあ最終日はどうなるかな。なんか目立った怪奇現象来るかな。よいしょ。ない。この角だ。うん、ない。奥かも見よう。ない。出る。さあまずはこっから。よいしょ。ないね。返事下っかにやることもない。さあここはいないね。なめくじちゃんはいない。血をつけとこう。の目も買ってないね。お、なんもないかこの部屋。ないね。行こう。ではでは、なでしこ完了。お次は椿。さっさっさっさん。うん、この感じで動くのが一番立ち回りいいかも。そう、個人的にね。はい。さあ。お、なになに？え？お取り込み中ですか？かもしんねえ。ほら、開かない。で、あーん言うからね。何をしてるんだろうね。ちょっとやめなさい、あんた。扉の前に地雷置いとこう。はい。宿泊禁止。オッケー。ではでは、さくらちゃん、行きましょう。うん。なんかな？にゃい！ここは、お、あ、ないね。水を出してからこうやるのがいいかもね。そう、長めに見てた方が何か変わる可能性があるから。よいしょ。水の怪奇現象は今のところ起きてないもんね。うん。トイレの中はさっき手が、そう、食事状になってね、現れましたが、それ以外は何もないね。うん。あれ、座敷わらし今回ないのかな？なかなか現れないよね。麻雀してることもないし。今のところボールと鶴が置いてあるか、笑い声が聞こえるかぐらいの現象だよね。うん。何も起きてない。よし、オッケー。うん。いいんじゃない？では、お邪魔しました。うん。桜はオッケー。さあ、ボタンちゃんは？うん。またいる！電気つけとくね。さあ。どうだ？桔梗。よいしょ。いないと思う。さあさあさあ、そんなかもいない。よいしょ。うん、怒らないね。鏡にランガリなんかにギャリギャリパッパッパラッパ。あまりの口のもつれ具合にスキャットマン出ちゃいましたね。さあここは何かいるかな。雑誌、え、ご褒美どうなってんのこれ。ちょっとこれ何起きてんの。首がチューイングガムになってるよ。行ったらまずい気がするけど、実況魂だ。行こう。ラストだから。うわあ！誘惑に負けた！なんだこれ！
足つぼになっちゃったまあでも見れてよかったな。おかみさん、少しは見込みがあると思ったのにね。うん、こっちは今死んだんだぞ。もう終わり？あ、終わりか。じゃ、ちょっとクリアしたバージョンも見たいから、それ今、バッドエンドみたいな感じだよね。ちょっと、ハッピーエンド見ていこうか。え？おかみさん、ちょっと待って。この作者さん、おかみさんで遊びすぎだろ。おかみさん？おかみさんがいる、ここに。はい。宿泊禁止。一番危険な部屋だね、ここ。なんか、いやー、え幽霊いなくなってる。どこにいんの？え？部屋の中いるかな？そう、そろそろね、5日ぐらいまで行こうかなと思ったんだけど、やっぱこういう新しい怪奇現象があるんだね。どこにいる？結局どこにもいねえわ。はい。ではでは、スラスラ進んでいきましょうか。あ！なんかあるぞ。何あれ？え？首縄ってこと？うん、若干血ついてんな。はい。ちょ、物騒なものあるから、空気の入れ替えしとこう。おやすみ。よし。またお前か。さあ、二日目最後。どうなるかな？何これ呪い呪い呪いって書かれてるわ。一つぐらい祝えないかな？これ。あ、こっからか。ほら。メモ帳から飛び出てる。どんどんでかくなってない？ここは？ほら、でかい。なんだこれ。あそこ岩だったら嬉しかったな。空気の入れ替えしとくね。え？座敷わらし？なんかいるんでしょ、おかみさん。この作者さん、おかみさん大好きだろ。お疲れ様。待って待ってみんな。なんかさっきと違うパターンだ、これ。ほら。ガードしてる。さっき成仏させて、あ？待って。あ、無理だ。あかね。ちょっと。え、どうしよう。待って、つんだ。4日目なのに。ちょっとお前、さっきの口で来てんのか、こいつ。うわ。どうしよう。これいけないよね。無理だ、無理だ、無理だ。え？どうしよう。いけねえ。ええー。これもう、顔見てやれ。え？え？いけるようになる？これ、運よく回避できたのか？おー、いたいたいた、危ない危ない危ない。超危なかった、ここ。ギリギリだったね、今。はい、4日目。うん。いい感じ。素晴らしい。ん？あ、これあれだ。座敷わらしの描いた絵かな？あ、かわいい。こういう要素なんだ。はい。出ましょう。よし、オッケー。ここは宿泊可能ね。これ、どっち？どっち？これ、待って。わかんねえ。座敷わらしが描いた絵なのか？可愛らしいもんね。え？いや、でも普通にもう、怪奇現象か。どうしよう。ちょっと待って。これ、どっち？マジで。わかりづら。怪奇現象でいいや。はい、終わりました。どうだろう。ん？あ、合ってたんだ。よかった。はい。合計額8になってるわ。ん？おかみさん？ああ、ハイスコアだ！やったー！そりゃそうか、最初のプレイだもんな。28000。はい。あ、終わりましたね。音声を舞台にした8番ライクホラーゲーム、黎明の湯、遊ばさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？この動画、このゲームがちょっとでも、と思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。はい、概要欄にこちらゲームリンク貼っとくんで、皆さんも遊んでみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。